しました。さあどうだ、ライトが取りました。バッターは7番エスコバー。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。うん、そうですね。ワンアウトランナーなしです。さあ守護神山崎がスワローズ打線の前に立ちはだかります。うーん、チームとしても彼が出てくると苦しくなってきますよね。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけたい。この球は外れています。打ちました。レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。レフト掴んで2アウト。打席には1番バッター中村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。これで3アウト。試合終了になりました。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、エースで試合を落とすというのは通常の敗戦よりもダメージ大きいんじゃないですか。そうですね。ベンチも選手も勝つつもりでいた試合で負けたわけですから、やはりダメージは大きいでしょうね。ただエースを立てて負けることはありますから、選手たちは切り替えていってくれると思います。そうですね、切り替えに期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。